やめてー。わしの寝室クローゼット中、けけ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 け、寝室どれやねん。寝室鍵かかってんじゃない？もう銃あるとか言われたらちょっと強気になれるわ。ここは寝れないか。ちょどっかに。こう棚とか。さっきのあこ右じゃない？あのまだ行ってない部屋ある。その左。そこじゃない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 。あこれ部屋なんか。こっちが玄関だと思ってた。緑が玄関だと思う。無理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 。いやいやいや、でも銃どっちが大事？銃。なんで一回出る？じゃもう大丈夫大丈夫。見たらいるんやって。まだ敵は外、まだ敵は外だった。ほらクローゼットまで行かないと。いるよいるよ、見てよちゃんとクローゼットのとこ見てって。何いなくない？どこに？いや気持ち。どこ？いる！頭もちょっと出てる！いないじゃん！これ何よ本当に？どれ？いるよねこれ。どこいないよ。ここどこよ。ちょっとね、近づいて見して。やだ、いる。本当だ。身長でかすぎ、無理。子供じゃない？じゃあ子供じゃない？このベッドと身長合わんって絶対これ。てかあいつのとこに絶対銃あるやん。お前ふざけんなよな本当に。子供だって大丈夫。子供だってこいつは無理だって。大人がこんなとこ隠れるわけないやん。隠れんの下手すぎる、さすがに。もうバレとる。無理無理。無理かも本当に。逆にまだ急に近づけてるよ。もう無理、もう行くわ行くわ、もう終わり。警察、電話もし呼んだらいい。もっと早く気づけて。警察を呼んで。で、出ない。ダメでした。もう無理です、本当に。でも鍵開いたから外に逆に逃げたら、家の中にいるんだったら。うわ、行く。え、なんでなんでなんで。え、外に逃げた方がいいんじゃない？ジャケットじゃあ、もういや、もうそんな。お前なんで完璧にして出ようとする、こんな緊急時に。ええやろ、もう絶対戻りたくないけどね。え、ほんまに無理。ごめんね、ごめんね、ほんとに。はい。え緊張感なくなったわ。よかった。くしゃみ助かる。ごめんね、今まで気づかなかったことがあるんだけど、こうしてあなたがいてくれたから今の私がいる。